皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルのフリーナイトアワードトップオフ解説ということで動画ね、やっていきたいなと思います。ということで、こちらのね、マリオットボンボイアメックスプレミアムカード、こちらはプレミアムカードなんですけども、こちらのクレジットカードが2022年の2月の7日にね、発表がありまして、2月の27日からですね、こちら実際に発行がね、開始になったわけなんですけども、こちらのクレジットカードがね、発表になった時にね、話があったと思うんですけども、無料宿泊特典にポイントを足してね、利用することができるようになるっていうね、発表があったわけなんですけども、こちらの開始がですね、2022年の4月の下旬からね、開始になるということで、ちょっと前の動画でね、話したと思うんですけども、こちらでね、ずっと話止まっていたわけなんですけども、とうとうですね、2022年の4月の30日にですね、こちら実装されましたっていう風になりますんで、本日の動画ではこちらのね、利用方法などをですね、解説やっていきたいなという風に思っておりますので、こちらのね、マリオットボンボイアメックスクレジットカードね、まあ、前のね、SPG アメックスですけども、こちらね、保有されている方はですね、結構影響あるかなっていうふうに思いますので、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではですね、今回ね、無料宿泊特典にポイントをね、足して利用することができるようになったということで、この無料宿泊特典はね、どういった時にね、もらえるのかっていう話なんですけども、マリオットボンボイアメックス、こちらね、プレミアムカードですけども、こちらね、一般カードだと年間150万円決済すると、一括3万5000ポイントのね、無料宿泊特典がもらえるんですよね。こちらにも利用することができて、このね、マリオットボンボイアメックスプレミアムカードの方は、年間ね、150万円決済すると一括5万ポイントの無料宿泊特典がもらえます。こちらにもね、利用することができますし、こちらね、前のカードですね、 SPG アメックスも年間の決済のね、ハードルはなくて、更新するだけで無料宿泊特典がね、もらえてたということで、これね、どの無料宿泊特典にもですね、今回のこのトップオフっていうのは利用することができるんですよね。またね、先日こちらのね、年間チョイス特典の動画ね、出させていただきましたけども、チタンステータスに、ね、なった時にですね、年間チョイス特典で一括4万ポイントの無料宿泊特典っていうのが獲得できますよね。まあ、選択できるっていう感じですね。こちらにもね、もちろん利用することができるっていう風になっておりまして、で、このね、足せるポイントの上限なんですけども、1万5000ポイントが上限っていう風になってるんですよね。ですので、このマリオットボンボイね、プレミアムカードの場合は年間ね、150万円決済すると一括5万ポイントのね、無料宿泊特典がもらえるっていう風になりますんで、最大ね、1万5000ポイントを足してもらって、6万5000ポイントのね、ホテルで利用することがね、できるって言った形になるんですよね。で、この制度が実装されたのがね、2022年の4月の30日っていう風になっておりますんで、この動画ね、出ている時にはですね、もうすでにね、利用することができるって言った形になります。で、今ね、ゴールデンウィーク中ですよね。で、これ実装されたのが本当にこの動画が出てるのが5月1日の日付変わったぐらいになってると思うんですけども、もうね、実装して利用することができるっていう風になりますんで、今までね、この5万ポイントの無料宿泊特典は最大でも5万ポイントでしか、まあ当たり前ですけどね、利用することができなかったわけなんですけども、もうね、ポイント足して利用することができるっていう風になりますんで、もしね、今からゴールデンウィークのね、ホテル抑えたいっていう時でもですね、こちら空いていればですね、プラスポイントね、払えば利用することができるっていう風になりますんで、あ、じゃあだったらどっか行ってみようみたいな感じでね、思われた方はですね、ぜひね、検索ね、してみていただければなと思います。こちらね、実装されてですね、私ね、無料宿泊特典をね、持ってなくてですね、ちょっと友人の方にですね、あの画像ね、あの説明するために撮っていただいたんですけども、まあその方にもですね、プラスポイント払えばね、利用することができるようになったよって言ったらですね、ちょうどね、あのゴールデンウィーク中にね、予約が取れたっていう例もね、ありましたので、ぜひね、あのこれからね、予定組まれる方はですね、まだね、知ってる方も少ないので、あの5万ポイント以上のね、ホテルで利用することね、できるっていう風になりますんで、利用される方はですね、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。それでは次にですね、実際にね、どういった感じで利用できるのかね、見ていきたいなと思うんですけども、まずね、この実装された無料宿泊特典にポイントを利用して予約する方法なんですけども、
残念ながらですね、まだね、マリオットボンボイのね、アプリの方に反映、まあ利用することができないっていう風になっておりますんで、こちらね、利用されたい方はですね、マリオットのウェブ版でね、利用するようにしてください。まあいずれね、利用できるようになるとは思うんですけども、現時点ではですね、利用することができないっていった形になります。またね、アプリでポイント予約がね、できるのに、ウェブ版で見ると、ポイント予約ができないっていうことがね、今日ちょっと友人のね、宿泊検索してる時にも出てきまして、その時はですね、デスクにね、電話していただいて、対応していただくようにしてください。私のね、友人もアプリだと予約が取れるんですけども、ウェブだとね、それが出てこないっていう風になりまして、まあ無料宿泊特典ね、プラス1万ポイントして取ることができたっていう風になりますんで、そういった場合はね、デスクの方でね、お願いしてください。それではね、実際のやり方ね、見ていきたいなと思うんですけども、まずね、ここら辺ね、ちょっと画像を出しておきますけども、普通にね、今まで通り、検索ね、していただいて、ポイント予約で検索ね、入れていただきます。で、今回はですね、まあ適当に選ばせていただいたんですけども、こちらね、メズム等東京オートグラフコレクションですね。こちら5万2000ポイントということで、ちょうどこれがね、いいかなと思いましたんで、これでね、料金表示ね、押していきます。そうするとですね、こういった感じで5万2000ポイント、ポイント交換っていう画面になると思うんですけども、その次のページに行くとですね、こういった形でですね、無料宿泊特典と2000ポイント交換するっていうね、こういった画面がこれからね、出るようになるっていった形になるんですよね。ですので、こちらをね、選択していただくと、無料宿泊特典とポイントをプラスして予約することができるっていった形になるんですよね。で、これもう一個下にですね、ちょっと矢印でね、隠れちゃってるんですけども、その下にもですね、普通に5万2000ポイントで予約するっていうのもね、出てきますので、まあこちらね、お好みでどちらを選ぶかはですね、選択できるようにはなってるんですけども、このね、無料宿泊特典にポイントを足してですね、予約することがね、できるようになっているっていう風になるんですよね。こちらね、非常にわかりやすくてですね、利用しやすいのではないのかなと思います。ということで今回ですね、ちょっと簡単な動画になりましたけども、マリオットボンボイホテルのフリーナイトアワードトップオフということで解説ねさせていただきました。一応ね、公式サイトの Q&A みたいなのも公式サイトで出ておりますので、もしね気になる方は概要欄に載せておきますので、ぜひねチェックしていただければなと思います。またね、こういったケースはねほとんどないと思うんですけども、現在ね無料宿泊特典で予約を取っていて、その予約がですねポイントが増えたりしてた場合ですね、わざわざね、無料宿泊特典で、予約取れてんのに、さらにポイント払うっていう人はいないと思うんですけども、一応ね、現時点の予約にもですね、こちら追加ポイントで支払ってみたいなことがね、できるようになっているそうなので、まあもしね、こういった場合はまあほとんど考えられないと思うんですけども、一応システム上ね、予約を切り替えることも一応できるそうなんですけども、まあ使うことはね、まあないと思うんですけども、一応ね、できるようになっております。まあこういった形になりますかね。今までね、無料宿泊特典っていうと本当に5万ポイントでしか使えなかったんですけども、まあこれがね、最大6万5000ポイントまでね、利用することができるようになったっていう風になりますんで、マリオットボンボイはね、シーズン制とカテゴリー制をね、廃止しておりますので、まあ6万5000ポイントでですね、結構いいホテルもね、利用することもできるかなっていう風に思いますので、この機会にですね、今までね、5万ポイントしてしか利用できなかったね、この無料宿泊特典で6万5000ポイントね、1万5000ポイントね、足していただいて利用していただくのもですね、かなりいいのではないのかなと思いますので、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。